おはようございます。白子三つ、ちょっとバンでかいですね。今日だけなんで別に尻尾の方でも全然構わないんですけど、やべえないかもしれない今度の火曜日。よし、新しいメニューが決まった。豊洲の仕入れ物村の美学、三河橋テレレストラン、レガールのオーナーシェフ小倉智美です。今日は豊洲仕入れ編です。めっちゃ飲みすぎて眠いです。週に3回火曜木曜土曜で豊洲に買い出しできてます。今8時過ぎぐらいです。で、買う場所が大体決まってて、まあ、アナゴはアナゴの人、マグロはマグロの人、あとはウニ、カキ、アユ、アワビ、ケガニ、あとはその他のメインの魚で全部業者を変えて買ってます。ボラコ、カンゴ、香箱めっちゃ高いね。めっちゃ値上がりしてる。海苔美味しそうだな。海苔、ああ、新海苔だよ。あ、シシャモ欲しい。いくらですか、いくらですか。あ、安いっす。10本ぐらい。おはようございます。生桜うまいよ。生桜エビ、あ、秋の桜エビ出てきたよ。うん、25だって。今日少ないっすね。魚がね、少ないっすね。あ、そうなんすか。どうしよう。あ、これ4号。いや、高っ。おはようございます。ここを本用したんです。はい、今日早めなんです。ここはうちのメインの魚屋の本用したんです。で、ちょっと移動して。いた。何かな。お腹すいたな。超腹減った。で、このメインストリートを歩いて行って、スラコ買って。お、ポンちゃんの目抜け。ピザが美味しそう。おはようございます。白子。三つ、ほぼ三つだった。はい。白子入れられるんですけど、ここのが一番いいんですよね。ありました。500グラムパックなのに、いつも550グラムぐらい入ってるんですよ。物もいいし。ちなみにフグ買うときはあそこのマルト用さんです。そろそろフグのシーズンですね。ケンメさんどっか。これから高州の守さんとこ行って、来週のボラコの相談をしに、行きます。はい、だ。おはようございます。来週火曜日、ボラコ、兵庫、大丈夫そうだな。やべえ、ないかもしれない今度の火曜日。だから1回戦が800だから、やっぱり1回パックだな。相場が落ち着いてるもんで、魅力的な食材は手出すんですけど、毛ガニとかは安かったら手出しちゃうし、ただね、海が荒れてるとマグロみたいに絶対手出せない食材とか、ウニとかは出せない時は絶対手出せないんで、今いつも買ってるつかさ雷電っていうところで
ウニ 見るんですけど、たまによって相場チェックして、で最近どうすかみたいな感じで、あとはまあ拾い物があったら拾っちゃうって感じですよね。あとないもんはないんで、ない時にないなりに考えるっていう。いらっしゃい。あれなんでこっちですか。あ、そうなんですか。今日マグロないですよね。マグロないですよ。ちょっとだけ欲しい。いや、向こう行ったらなかったから。どんぐらい。1キロぐらい。ちょっとバンでっかいですね。今日だけなんで、別に尻尾の方でも全然構わないんですけど。こっちの方。筋が強いかもね。YouTube さして。あ、そう、そういう線。俺がいつも見てるやつね。いや、最近兄さんいないなと思ってたんですよ。追い出されたの。え？追い出された。ありがとうございます。最近なんか豊洲で歩いてでも声かけられるんで。うん、だってそのイタリアンの感じだったら結構どういったらいいかっていうのは。まあニッチニッチですけど。あとあの人、ひげ生やしてて。ひげ生やしてる。あ、しようっすか。そば。あ、そうそう。そばも見てるって。あれも見る。面白いな、話し方もさ。すごい、いいマグロ買っちゃった。米原さんがいて。あ、米彦です、米彦。マグロは米彦です。米彦って言うんですか。米彦なんです。米彦なんです。米彦。米彦。あ、どうも、ありがとうございました。どうも。思わずマグロ買っちゃった。こんな顔してなかったんです。明日俺休みなんで。こんにちは。どうすか、ウニ。ダメ。やっぱり。これ持ってくるの？いや。いらない。どこですか？これ？ロシア。ロシア。いくら？あれ悪くはないですね。この口。これ4号。この口4号。これは？どれ？これ。これは5000円。5000円。ああ、でもまあそんなもんですね。当分値段こんな感じですか。そうだね。これ以上上がる。これ以上上がる。23。これ以上上がる。上がるかも。最初のね、月額っていうのはね、海外出しがね、すごいから。ああ高い。もし狙ってんだけど、その以外の日、ちょっと少ないとやっぱり高くなったよね。うん、でも、こんなもんだったら使えるかな。うん、5000円ぐらいですね。そうですね。わかりました。検討してください。はい、ありがとうございます。よし、新しいメニューが決まった。ウニと新海苔でリゾットにします。で、トリュフ添えて。これ朝ごはん買うんですよ。この出汁がめっちゃうまいんですよ。そばに言うと怒られちゃうけど、自分で作れて。じゃあ、よし、米彦。いつもここに兄さんいるんですよ。で、最後ここで仕込みっていうか、あれ、仕入れを調整して、おしまいって感じです。まだ投資しますか、サワラ。そうですね、はい。今日でいくらですか。今日でいくらですか。なんか、そんな上がりきんないですね。そう、いや、何日前だったかな。サワラとか。いや。この知り合いが投資島サワラ買ったら55って言われて、こんな買ってんだと思ってた。釜揚げとシラスとシシャモ、専務にシシャモって言ったんですけど、ちょっとあれはどうしよう。なかなか終わるかなと思ったら終わんなかったですね。シシャモだけ、シシャモって言ったら北海道のムカワで、ちょっと下がって厚岸、今日はなんかシャリっていう場所みたいですね。で、これを詰めて帰るんですが、どうしようかな。帰る隙もあるかな。で、帰る。
ヒラメ用じゃなくて。よし。で、これを積んで、帰るってやつ。よいしょ。いいよ、これ。吉田くん先行ってるよ。ヒラメ買って、白子を買って、マグロ買って、あ、本吉でヒラメ買って、伏せ梅で白子買って、で、米彦でマグロ買って、最後山春さんで、むきの白エビとシシャモと、釜揚げシラスですかね、買ったの。買ったかな。それを買って、今日はそれでおしまいですね。明日、日曜なんですけど、自分明日マラソンで休みなんで、連休なんでそんなに派手に在庫が買わなかったんですけどね。マグロ、シシャモ、白子、白エビ、ヒラメ、オッケー、あ、大丈夫。大体でも前の晩にヒロキと話をしてて、これが欲しいよねってミーティングみたいなのを軽く10分ぐらいして、で、言われたもん買ってくれみたいな。プラス、自分で見ながら、こうなんかこう、旬を探ってるっていうかね。シシャモは先週で終わったんですけど、急に出てきたんで、まあ、ミュージオに買ってみたり、まあ、相場調べですね。みんな、いつ、なんでもあるんですけど、いつでも。手紙みたいに、金漁期と飼料期がずーっと続いてるところって、金漁入った瞬間に、めちゃくちゃ値上がったりするんで、それを、手紙とかは、高橋の守さんと話をして、ボラコ入ってますかとか、手刈り今どうすかみたいな話を聞いたりとか、あとは足折れとかで一本毛刈りって一本足折れてるだけで値段が半分以下になっちゃうんで、そういうのをさらって買っちゃうとかですよね。豊洲来ないとそういう買い方できないんで、自分は足折れでいいんで美味しい毛刈りくださいっていう発注かけて、そうすると取っといてくれるんで、これで目に組んだりしますね。まともに買うとすごい値段になっちゃうんですけど、うちのコースってウニ使ったり毛ガニ使ったりいい食材使っても今は一番ぽっくりなんですけど、こういう買い方しないと多分うちのコースは作れないですよね。うちもたまに配達使いますけど、行ける日は車で行っちゃいますけど、普通は頼むんじゃないですかね。一回来て顔を見て買うと、配達となんか物が違うんですよ、全然。話にならないぐらい違いますね。何これっていうぐらい。よし、いいよ。よっしゃ、重いの自分で見ないと、一回来ちゃうと、配達だけはもちろん難しいです。昔、レストラン木下さんに連れてってもらって、で、それで、14、5年来てるんですけど、よくみんな配達でできるなって思っちゃうんですよ。なんでですかね。食材買うのってなんかまあ仕事だと思ってないんで、仕事だったらきついなって思うんですけど、なんかあんまきついとは思わないです。これ生活を行って野菜買っておしまい。回るとこ決まってるんで一緒ですよ。いや、ないもん探す超時間かかるんですよ。ぐるぐる回っちゃうんで。もうないもん探さないんで。ないもんはどこ行ってもないし、ないときはほんと高いんで。もがきって言うんですけど。もがいてるときはもう、そういうものは探さない。無理に探すと変なもん捕まされるし、旬じゃないもん取っちゃうし、で、高いんで。今あるもので、一番いいものを買う。適正な値段で。小倉さんのこのジャケットはバブアーですか？いや、違います。これはバブアーのパチモンです。
8位。マジ8位っす。